ダラクロン、坂口アン半年のうちに、世相は変わった。四子の見立てと、いで立つ、我は、大きみのへにこそしなめ、帰り見はせじ。若者たちは、花と散ったが、同じ彼らが生き残って、闇屋となる。桃と瀬の命願がいつの日かを立てとゆかん。君とちぎりて、 つけなげな心情で男を送った女たちも半年の月日のうちに夫気味の遺杯にぬかつくことも事務的になるばかりであろうし、やがて新たな面影を胸に宿すのも遠い日のことではない。人間が変わったのではない。人間は元来そういうものであり、変わったのは世相の上皮だけのことだ。昔、四十七死の除名を廃して処刑を断行した理由の一つは、 彼らが生きながらえて、生き恥をさらし、せっかくの名を汚す者が現れてはいけないという、老婆心であったそうな。現代の法律に、こんな人情は存在しない。けれども人の心情には多分にこの傾向が残っており、美しいものを美しいままで終わらせたいということは、一般的な心情の一つのようだ。十数年前だかに、童貞処女のまま、 愛の一生を終わらせようと多いそのどこかで心中した学生と娘があったが、世人の同情は大きかったし、私自身も数年前に私と極めて親しかった命の一人が21の年に自殺した時、美しいうちに死んでくれてよかったような気がした。一見清楚な娘であったが、壊れそうな危なさがあり、真っ逆さまに地獄へ落ちる不安を感じさせるところがあって、 その一生を制止するに耐えないような気がしていたからであった。この戦争中、文史は未亡人の恋愛を欠くことを禁じられていた。戦争未亡人を挑発堕落させてはいけないという軍人政治家の本担で彼女たちに死との余生を送らせようと欲していたのであろう。軍人たちの悪徳に対する理解力は敏感であって、彼らは女心の変わりやすさを知らなかったわけではなく、 知りすぎていたので、こういう禁止項目を暗室に及んだまでであった。一体が、日本の武人は、古来婦女子の心情を知らないと言われているが、これは悲壮の見解で、彼らの暗室した武士道という武骨千万な法則は、人間の弱点に対する防壁がその最大の意味であった。武士は、あだうちのために草の根を開け小じきとなっても足跡を、 追いまくらねばならないというのであるが、真に復讐の情熱を持って、旧敵の足跡を追い詰めた、中心行使があったであろうか。彼らの知っていたのは、あだうちの法則と法則に規定された名誉だけで、元来日本人は最も増進の少ない、また永続しない国民であり、昨日の敵は、今日の友という楽天性が、実際の偽らぬ心情であろう。昨日の敵と妥協。いな。 簡単書を照らしすのは日常茶飯事であり、急敵なるがゆえに一層簡単相手らし、たちまちに軍に使えたがるし、機能の敵にも使えたがる。生きて捕虜の恥を受けるべからず、というが、こういう規定がないと日本人を戦闘に借り立てるのは不可能なので、我々は規約に従順であるが、我々の偽らぬ心情は規約と逆なものである。日本戦士は武士道の戦士よりも、 剣望術数の戦士であり、歴史の証明に待つよりも自我の本心を見つめることによって歴史のからくりを知り得るであろう。今日の軍人政治家が未亡人の恋愛について執筆を禁じたごとく、古にの武人は武士道によって自らのまた部下たちの弱点を抑える必要があった。小林秀夫は政治家のタイプを 独創を持たずただ管理し支配する人種と称しているが、必ずしもそうではないようだ。政治家の大多数は常にそうであるけれども、少数の天才は管理や支配の方法に独創を持ち、それが凡庸な政治家の規範となって、個々の時代、個々の政治を貫く一つの歴史の形で、巨大な幾者の意思を示している。政治の場合におて、歴史はこう繋ぎ合わせたものでなく、 こう没入せしめた、別個の巨大な生物となって誕生し、歴史の姿において、政治も、また、巨大な独創を行っているのである。この戦争をやった者は誰であるか、東場であり、軍部であるか。そうでもあるが、しかしまた、日本を貫く巨大な生物、歴史の抜き差しならぬ意志であったにそういない。日本人は、歴史の前ではただ運命に従順な子供であったに、過ぎない。 政治家によし独創はなくとも、政治は歴史の姿において、独創を持ち、意欲を持ち、やむべからざる歩調を持って、大会の波のごとくに歩いていく。何人が武士道を暗室したか。これも、また歴史の独創、または嗅覚であったであろう。歴史は常に人間を嗅ぎ出している。そして、武士道は人生や本能に対する禁止条項であるために、非人間的。 反人生的なものであるが、その人生や本能に対する洞察の結果である、点においては全く人間的なものである。私は天皇制についても極めて日本的な、従って、あるいは独創的な政治的作品を見るのである。天皇制は天皇によって生み出されたものではない。天皇は時に自ら陰謀を起こしたこともあるけれども、害して何もしておらず。 その陰謀は常に成功のためしがなく、島流しとなったり、山奥へ逃げたり、そして結局常に政治的理由によって、その存立を認められてきた。社会的に忘れた時にすら政治的に担ぎ出されてくるのであって、その存立の政治的理由は、いわば政治家たちの嗅覚によるもので、彼らは日本人の性癖を洞察し、その性癖の中に天皇性を発見していた。 それは天皇家に限るものではない。変わり得るものならば、皇式家でも、釈迦家でも、霊人家でも構わなかった。ただ変わり得なかっただけである。少なくとも、日本の政治家たち、貴族や武士は、自己の永遠の流星、それは永遠ではなかったが、彼らは永遠を夢やみたであろう、を約束する手段として、絶対君主の必要を嗅ぎつけていた。平安時代の藤原氏は、 天皇の擁立を自分勝手にやりながら、自分が天皇の会であるのを疑りもしなかったし、迷惑にも思っていなかった。天皇の存在によって、お家騒動の処理をやり、弟は兄をやり込め、兄は父をやっつける。彼らは本能的な実質主義者であり、自分の一生が楽しければよかったし、その癖長儀を盛大にして、天皇を排がする奇妙な形式が大好きで、満足していた。 天皇を拝むことが自分自身の威厳を示し、また自ら威厳を感じる手段でもあったのである。我々にとっては実際馬鹿げたことだ。我々は安国神社の下を電車が曲がるたびに頭を下げさせられる馬鹿らしさには並行したが、ある種の人々にとってはそうすることによってしか自分を感じることができないので、我々は安国神社についてはその馬鹿らしさを笑うけれども、 他の事柄について、同じような、馬鹿げたことを自分自身でやっている。そして、自分の馬鹿らしさには気づかないだけのことだ。宮本武蔵は一乗寺下がり松の果て芝へ急ぐ途中、八幡様の前を通りかかって思わず、拝みかけて思いとどまったというが、我、神仏を頼まずという彼の教訓は、この自らの性癖に発し、また向けられた開墾深い言葉であり、我々は、 自発的には随分馬鹿げたものを拝み、ただそれを意識しないというだけのことだ。同学先生は教団で、まず書物を教いただくが、彼はそのことに自分の威厳と自分自身の存在すらも感じているのであろう。そして我々も何かにつけて似たことをやっている。日本人のごとく、健忘術数をこととする国民には、健忘術数のためにも、 大義名分のためにも天皇が必要で、個々の政治家は必ずしもその必要を感じていなくとも歴史的な嗅覚において彼らはその必要を感じるよりも自らのいる現実を疑ることがなかったのだ。秀吉は呪落に行行を仰いで自ら正義に泣いていたが自分の威厳をそれによって感じると同時に宇宙の神をそこに見ていた。これは秀吉の場合であって 他の政治家の場合ではないが、憲法術数が例えば悪魔の手段にしても、悪魔が幼児のごとくに神を拝むことも、必ずしも不思議ではない。どのような矛盾もあり得るのである。要するに、天皇制というものも武士道と同種のもので、女心は変わりやすいから、ップは二夫にまみえずという、禁止自体は非人間的、反人性的であるけれども、洞察の真理において、 人間的であることと同様に、天皇制自体は、真理ではなく、また自然でもないが、そこに至る歴史的な発見や洞察において、軽々しく否定しがたい深刻な意味を含んでおり、ただ表面的な真理や自然法則だけでは割り切れない。全く美しいものを美しいままで終わらせたいなどと願うことは、小さな人情で、私の命の場合にしたところで、自殺などせず、 息抜きそして地獄に落ちて暗黒の荒野をさまようことを願うべきであるかもしれぬ現に私自身が自分に課した文学の道とはかかる荒野の流浪であるがそれにもかかわらず美しいものを美しいままで終わらせたいという小さな願いを消し去るわけにもいかぬ未完の美は美ではないその当然落ちるべき地獄での遍歴に隣楽自体は美でありうるときに 初めて美と呼びうるのかもしれないが二十歳の処女をわざわざ60の老朽の姿の上で常に見つめなければならぬのかこれは私にはわからない私は二十歳の美女を好む死んでしまえば身も蓋もないというが果たしてどういうものであろうか敗戦して結局気の毒なのは戦没した英霊たちだという考え方も私は素直に肯定することができない けれども、六十過ぎた将軍たちがなお性に連々として、法廷に惹かれることを思うと、何が人生の魅力であるか、私には、皆目わからず、しかしおそらく私自身も、もしも私が六十の将軍であったなら、やはり、性に連々として法廷に惹かれるであろうと、想像せざるを得ないので、私は、性という奇怪な力に、ただ傍然たるばかりである。 私は、二十歳の美女を好むが、老将軍もまた、二十歳の美女を好んでいるのか。そして戦没の英霊が気の毒なのも二十歳の美女を好む、意味においてであるか。そのように姿の明確なものなら、私は安心することもできるし、そこから一途に二十歳の美女を追っかける信念すらも、持ちうるのだが、生きることは、もっとわけのわからぬものだ。 私は血を見ることが非常に嫌いで、いつか私の眼前で自動車が衝突した時、私はくるりと振り向いて逃げ出していた。けれども、私は偉大な破壊が好きであった。私は爆弾や焼夷弾におののきながら凶暴な破壊に激しく興奮していたが、それにもかかわらず、この時ほど人間を愛し懐かしんでいた時はないような思いがする。 私は疎開を進め、また進んで、田舎の住宅を提供しようと申し出てくれた数人の親切を知りけて、東京に踏みとどまっていた。大井広助の焼け跡の防空壕を最後の拠点にするつもりで、そして九州へ疎開する大井広助と別れた時は、東京からあらゆる友達を失った時でもあったが、やがて米軍が上陸し、四辺に、 重砲弾の炸裂するさなかにその防空壕に息を潜めている私自身を想像して私はその運命を感受し待ち構える気持ちになっていたのである私は死ぬかもしれぬと思っていたがより多く生きることを確信していたに相違ないしかし廃墟に生き残り何か抱負を持っていたかといえば私はただ生き残ること以外の何の目算もなかったのだ予想し得ぬ 新世界への不思議な再生。その好奇心は、私の一生の最も新鮮なものであり、その奇怪な鮮度に対する代償としても、東京に留まることをかける必要がある、という奇妙な呪文に疲れていたというだけであった。そのくせ私は臆病で、昭和20年の4月4日という日、私は初めて週に2時間にわたる爆撃を経験したのだが、頭上の照明弾で昼のように明るくなった。 その時ちょうど上京していた時系が、防空壕の中から焼夷弾かと聞いた。いや、照明弾が落ちてくるのだ、と答えようとした私は一応腹に力を入れた上で、ないと声が全然出ないという状態を知った。また、当時、日本映画社の食卓だった私は、銀座が爆撃された直後、変態の来週を銀座の日英の屋上で迎えたが、5階の建物の上に塔があり、 この上に3台のカメラが据えてある。空襲警報になると路上、窓、屋上、銀座からあらゆる人の姿が消え、屋上の校舎法人機すらも援護に隠れて、人影はなく、ただ天地に露出する人の姿は、日英屋上の10名ほどの一段のみであった。まず石川島に、正位段の雨が降り、次の変態が真上へ来る。私は、足の力が抜け去ることを意識した。 タバコを加えてカメラを変態に向けている肉々しいほど落ち着いたカメラマンの姿に共嘆したのであった。けれども私は偉大な破壊を愛していた。運命に従順な人間の姿は奇妙に美しいものである。麹町のあらゆる大邸宅が嘘のように消えうせて余人を立てており、上品な父と娘がたった一つの赤川のトランクを挟んで、 堀端のりを草の上に座っている。片側に余人をあげるぼう,ぼうたる廃墟がなければ、平和なピクニックと全く変わるところがない。ここも消え失せて、ぼう,ぼうただ余人を立てている道玄坂では、坂の中途にどうやら爆撃のものではなく、自動車に引き殺されたと思われる死体が倒れており、一枚のトタンがかぶせてある。片らに銃剣の兵隊が立っていた。行く者、帰る者、 理災者たちの延々たる流れが誠にただ無心の、流れの如とくに死体をすり抜けていきかい、路上の鮮血にも気づく者すらおらず、たまさか気づく者があっても、捨てられた紙くずを見るほどの関心しか示さない。米人たちは、終戦直後の日本人は拒絶し放針している、と言ったが、爆撃直後の理災者たちの行進は、巨絶や放針と種類の違った。 驚くべき十万と重量両を持つ無心であり、素直な運命の子供であった。笑っているのは常に十五十六十六七の娘たちであった。彼女たちの笑顔は爽やかだった。焼け跡をほじくり返して、焼けたバケツへ掘り出した瀬戸物を入れていたり、わずかばかりの荷物の張り板をして路上にひなたぼっこをしていたり、この年頃の娘たちは未来の夢でいっぱいで、 現実などは苦にならないのであろうかそれとも高い虚栄心のためであろうか私は焼け野原に娘たちの笑顔を探すのが楽しみであった。たちの笑顔をあの偉大な破壊のもとでは運命はあったが堕落はなかった。無心であったが充満していた。猛かをくぐって逃げ延びてきた人たちは燃えかけている家のそばに群がって寒さの暖をとっており。 同じ日に必死に消化に努めている人々から一尺、離れているだけで全然別の世界にいるのであった。偉大な破壊、その驚くべき愛情。偉大な運命、その驚くべき愛情。それに比べれば、敗戦の表情は、ただの堕落に過ぎない。だが、堕落ということの驚くべき平凡さや、平凡な当然さに比べると、あの凄まじい偉大な破壊の愛情や運命に従順な、 人間たちの美しさも、宝末のような虚しい幻影に過ぎないという気持ちがする。徳川幕府の思想は、四十七子を殺すことによって、永遠の義士たらしめようとしたのだが、四十七名の堕落のみは防ぎ得たにしたところで、人間自体が常に義士から凡族へまた地獄へ転落し続けていることを防ぎ得る良しもない。切符は二負にまみえず、忠臣は二君に使えず、 規約を制定してみてみも人間の転落は防ぎ得ず、余心場諸女を差し殺して、その純潔を保たしめることに成功しても、堕落の平凡な足音を、ただ打ち寄せる、波のようなその当然な足音に気づくとき、神尉の飛翔さ、神尉によって保ち得た諸女の純潔の飛翔さなどは、放末のごときむなしい現像に過ぎないことを見出さずに、いられない。特攻隊の勇士はただ現影であるに過ぎず、 人間の歴史は闇夜となるところから始まるのではないのか未亡人が死とたることも幻影に過ぎず、新たな面影を宿すところから人間の歴史が始まるのではないのかそしてあるいは天皇もただ幻影であるに過ぎず、ただの人間になるところから真実の天皇の歴史が始まるのかもしれない。歴史という生き物の巨大さと同様に人間自体も驚くほど巨大だ。 生きるということは実に唯一の不思議である。60、70の将軍たちが切腹もせず、靴輪を並べて法廷に惹かれるなどとは、終戦によって発見された壮観な人間図であり、日本は負け、そして武士道は滅びたが、堕落という真実の母体によって、初めて人間が誕生したのだ。生きよ、落ちよ。その正当な手順の他に、 真に人間を救いうる便利な近道があり得るだろうか。私は腹切りを好まない。昔、松永壇上という老化陰鬱な陰謀家は、信長に追い詰められて仕方なく、城を枕に打ち死にしたが、死ぬ直前に、毎日の習慣通り延命の急を据え、それから鉄砲を顔に押し当て顔を打ち砕いて死んだ。その時は七十を過ぎていたが、人前で平気で女と戯れる悪どい男であった。 この男の死に方には同感するが、私は腹切りは好きではない。私はおののきながら、しかし、惚れ惚れとその美しさに見とれていたのだ。私は考える必要がなかった。そこには美しいものがあるばかりで、人間がなかったからだ。実際、泥棒すらもいなかった。近頃の東京は暗いというが、戦争中は真の闇で、 そのくせどんな深夜でも追いはぎなどの心配はなく、暗闇の深夜を歩き、閉じまりなしで眠っていたのだ。戦争中の日本は、嘘のような理想郷で、ただ虚しい美しさが咲き溢れていた。それは、人間の真実の美しさではない。そしてもし我々が考えることを忘れるなら、これほど気楽な、そして壮観な見せ物はないだろう。たとえ爆弾の絶えざる恐怖があるにしても、 考えることがない限り、人は常に気楽であり、ただ惚れ惚れと見とれておればよかったのだ。私は一人の馬鹿であった。最も無邪気に戦争と遊びたわむれていた。終戦後、我々はあらゆる自由を許されたが、人はあらゆる自由を許されたとき、自らの不可解な限定と、その不自由さに気づくであろう。人間は永遠に自由ではありえない。 なぜなら人間は生きており、また死なねばならず、そして人間は考えるからだ。政治上の改革は一日にして行われるが、人間の変化はそうはいかない。遠くギリシャに発見され確率の一歩を踏み出した人生が今日どれほどの変化を示しているであろうか。人間。戦争がどんな凄まじい破壊と運命を持って向こうにしても、 人間自体をどうなしうるものでもない。戦争は終わった。特攻隊の勇士はすでに闇屋となり、未亡人はすでに新たな面影によって胸を膨らませているではないか。人間は変わりはしない。ただ人間へ戻ってきたのだ。人間は堕落する。義士も聖女も堕落する。それを防ぐことはできないし、防ぐことによって人を救うことはできない。人間は生き、 人間は落ちる。そのこと以外の中に人間を救う便利な近道はない。戦争に負けたから落ちるのではないのだ。人間だから落ちるのであり、生きているから落ちるだけだ。だが人間は永遠に落ち抜くことはできないだろう。なぜなら人間の心は苦難に対して、鋼鉄のごとくではありえない。人間は可憐であり脆弱であり、それゆえ愚かなものであるが、落ち抜くためには弱すぎる。 人間は、結局処女を差し殺せずにはいられず、武士道を編み出さずにはいられず、天皇を担ぎ出さずにはいられなくなるであろう。だが、他人の処女でなしに、自分自身の処女を視察し、自分自身の武士道、自分自身の天皇を編み出すためには、人は正しく落ちる道を落ち切ることが必要なのだ。そして人のごとくに、日本もまた、落ちることが必要であろう。 落ちる道を落ちきることによって自分自身を発見し救わなければならない政治による救いなどは「うわ」「川」だけの国もつかないものである。